どうも皆さんこんにちは、トッシー TV チャンネルです。本日は今ちょっと今日今撮ってる日はですね、4月22日、今日はクルーの3周年記念日となってます。ちょっと、そこで GTA ドリフト勢のクルーメンバーおよび GTA ドリフト勢の皆さんにお知らせとしてこう撮ってるんですけども、3周年記念のクルーイベントを4月25日土曜日の、午後9時から、2時間から2時間半程度やろうと思ってます。そこでですね、受付時間なんですけども、一応クルーの3周年記念イベントということなので、午後9時から、15分間、まあ15分間という短い時間なんですけど、そこの時間はクルーの所属してる皆さんがこう入ってくる時間として設けます。まあそこで、まあうちのクルー所属人員はいっぱいいるんですけど、まあクルー、セッションをいっぱいにするほどは来ないと思われるので、まあ15分ぐらいですね。その間にクルーメンバーは時間厳守でセッションに入ってください。フレンド限定セッションを立ち上げます。それから、午後9時15分以降は他のドリフト勢のフレンドの方にどしどし入ってもらって、まあそこからまあ不当に集合してもらって、まあ自由にそこで走ってもらうんですけど、それからまあ人数がですね、まあどれくらい集まるかはちょっとわからないんですけど、もしかしたらまあちょっとしか来ないかもしれないとか、そういう予想もしてるんですけど、まあ一番集まってるかなっていう時点で一回皆さんで記念撮影をして、まあツイッターや、まあ、ホームページクルーのホームページ等々に載せる写真撮影等をさせてもらいまして、でそれからどうするかな、まあところどころ走行しているところもまあ勝手に撮らさせてもらうんですけど、それからですね、まあ1時間ぐらい、そうですね、始めて1時間ぐらい、まあ10時くらい、午後10時くらいからちょっとまあジョブを立ち上げて、まあ来るオリジナルジョブにする予定なんですけど、そこからジョブを立ち上げて、まあ1時間程度まあ自由に、まあ撮影等をしながら走っていただいて、で最後にですね、最後にまあ私のクルー、私のオリジナルで作ったまあクルー島一周レースというものを、まあ皆さんで普通にレースで一周してもらって、そこで最後に締めて終わりたいと思います。まあ最近ちょっと朝方までとか配信とかしてたんですけど、ちょっとやっぱりちょっと疲れますんではい、だいたい2時間まあ2時間半から3時間、長くても3時間ぐらいで、やめようと思いますんで、まあ、ぜひぜひ皆さん参加してください。まあクルー、まあ、最近ドリフト勢 GTA ドリフト勢が減ってきてるんですけど、まあ、こういう記念イベントみたいなのはちょっと、楽しくやりたいなと思ってますので、 GTA ドリフト勢の皆さんどうもご協力をよろしくお願いします。まああと質問と何か疑問等ありましたら、まあどしどしまあツイッターの DM なり、まあコミュニティは今ちょっとスマホで見れないので、
PS メッセージなり、送ってもらって、不明な点は回答していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。よろしくお願いします。